ホルヘフシーレは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。CAF ベントデラスピエドラス所属。元ウルグアイ代表である。ポジションは DF。地元モンテビデオにある、リベルプール FC からデビューし、2006年8月31日に、ポルトガルスーペルリーガの FC ポルトに1年間の契約でレンタル移籍した。2006から07シーズンは18試合に出場し、 スーペルリーが優勝を果たした。シーズン終了後に完全移籍し、FC ポルトと5年契約を結んだ。左右のサイドバックとしてプレーできる強みを生かし、2007から08シーズンもレギュラーとして38試合に出場した。2012年1月、ブラジルのサントス FC から FC ポルトに移籍したダニーロの人的保障という形で、サントス FC に レンタル移籍した。2006年5月24日、ロサンゼルスで行われた北アイルランド代表との親善試合で、ウルグアイ代表デビューした。2007年には、コパアメリカ2007に参加し、レギュラーとして4試合に出場した。南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップにも招集され、準決勝に進出したチームで5試合に出場した。ありがとうございます。